はい、こんにちは、ひまじん27号です。ちょっと声のボリュームが大きいかな、ちょっと変えられないや、まあいいや。今回はですね、タスク午後溜まっちゃいまして、消化していきたいんですけども、こちらのね、2個目のダメージ値、バトル1回で中ロボットで22万5000ダメージ与えるということ、こちらをやっていきたいと思います。ML 仕様、中待ち仕様でオール中量機体編成ですね。武器はこんな感じ、ボアさん、パニさん、ロガーがタラロガー、カーネージがトレカネ、パニフー、パニパトなんですけども、パニッシャーが1本足りなくてピンがついております。では行っていきましょう。農場、初手はどうしようかな、ロガさんですかね。足速いのでなるべく早めにビーコン取りたいと思います。どっから取るか、右から取るか、左から取るか、右かな、真ん中かな。で、タランがですね、足らんので1個買いました。はい、レベル1がついてます。トレビューさんがいなければいいんですけど、農場でトレビューがいないなんてことはまあまあない。あ、そんなこともなかった。あ、シュナイダーさんが、一応レベルは8まで上がってるんですけど、仕様編成なので、レベルは低いですね。お、前の方がイーコン敵リスチ行ってますね。じゃあそのままリスガルに行きましょうか。続きたい。取り返しそうかな。トライデントはいるからか、まだまだこっちね。タラマググリを落としたい。近づいた。ああ、タランが当たる。
きますね。私は行きませんよ。あーやばい、出過ぎた。あーやられた。真ん中は取った。3点取り行きますねじゃあそのまますぐ行きましょうか。あ、間違えた。間違えて押しちゃうんですよ。マーベル D ボタン。
成できるか。45万でしたっけ。一発クリアかな。あ、22万か。まあ5機揃えばいけますね。来ました、やりました。というわけでおしまいにします。ご視聴ありがとうございました。